皆さんおはようございます。今日も御言葉から恵みを分かち合わさせていただきたいと思います。皆さん、ですね、一番偉い人ってどんな人だと思いますか？ちょっとですね、考えてみてほしいなって思うんですね。まあちょっともし、ね、一番偉い人こんな人じゃないかってコメントをくれたら嬉しいです。別に聖書的じゃなくても面白い大喜利でも大丈夫です。さあコメントが2個か3個入ったらいいなとか思いながらこんなことを言ってます。今日はですね、マタイの18章です。1節で、その時弟子たちがイエスのところに来て言った。天の御国では一体誰が一番偉いのですか？ね、弟子たちはですね、本当に、こんな気になったんですね。誰が一番偉いんだろうか、確かに気になりますよね。そしてイエス様に、聞きました。ね、皆さんどう思いますか？ね、やっぱりですね、地上で権力のあった人、ね、なんかすごいことをやった人、いろんなことを考えると思うんですね。でもイエス様は子供たちを呼び寄せてこう言いました。ね、こう言われた。ね、誠にあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。ね、ですから誰でもこの子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉いのです。別にこれはですね、子供至上主義ではありません。子供が偉い、ね、だから子供を大切にしなさい、ね、大切にするのは良いことですよ。でもそのようなことではないんですね。子供のように自分を低くするものが一番偉い。子供のようになるとは見た目の話ではない、ね、精神的な幼さでもない、立場であって、またへりくだった姿勢のことなんですね。私たちは自分たちの感覚を変える必要があると思います。考え方を変える必要があります。この世と御国、またですね、天国の価値観は違うんです。で、この世で偉い人は何かを成した人、またですね、社会的な立場がある人でしょう。でもですね、ね、このイエス様は言うんですね、偉くなりたいなら、いや神様に認められるものになりたいなら、へりくだれというのが聖書のですね、言葉なんですね。上辺だけのですね、謙遜っぽい人もいると思います。でも謙遜っぽい人っていうのはですね、自分が謙遜っぽいんだけど、自分が何かの時認められなかったら心の中で腹を立てたりですね、で自分がそこでですね、注目されなかったらですね、謙遜っぽいふりをもともとしてるんだけど、でもですね、イライラってしてしまう、そういう人もいて、あ、それではないなということなんですね。私たちは向きを変えないといけません。ね、向きを変えなさいってイエス様は、向きを変えて子供たちのようにならなければって言います。今あなたたちが考えているその価値観は違うよって、それを捨てて横に置いて向きを変えないといけないっていうんですね。御国の価値観を私たちの価値観としなければいけません。地上でどれだけ高い立場にあったとしても、神様が認めるのはへりくだった人なんですね。前にもお話したと思いますけども、北海道時代ですね、ある時ある国からのミッショントリップのチームがですね、私の仕えていた教会に来ました。日曜日の朝ですね、礼拝の前にですね、トイレがですね、すごく汚れていました。文化の違いかなと。すごくですね、もう想像もしたくないようなものですけども、いろんなものが便器に飛び散ってそのままになっていた。もう次見る人はうっとするようなですね、そのようなですね、状況だったんですね。彼らのは良いパフォーマンスをしました。でもまだですね、若いチームだったのでですね、整えられきっていなかった。まあちょっと豪快だったんですね。本当に彼らを愛しますし、本当に生きてくれて感謝だったなと思ってます。するとですね、メッセージ前の先生が、ジェリー先生ですがですね、嫌な顔一つせずに掃除を始めたんですね。当時ですね、230人ぐらい毎週集まる大教会の先生が、今からメッセージが控えているのに誰かに、はい、あなたがこれをやってくださいと命じるんじゃなくて、自分がそのことを喜んでしていた。もう本当にですね、ここにへりくだりの姿を見ました。
もちろん私もですね、いや先生先生私がやりますって言ってちょっとお手伝いはしたんですけど、先生が躊躇なくですねそのことをした姿、私はちょっと固まってたんですよ。この状態ひどすぎないかって思って固まってたんです。でもですね、ジェイ先生はですね本当にへりくだった顔でですね、嫌な顔しないんですよ、そのことをしていた。本当にへりくだりの姿を見て、また私もそのようなものにされたいと願うようになりました。別に偉くなりたいからへりくだる行動をする、そういう話ではありません。神様に喜ばれたいからなんですね。この偉くなりたい、それは神様に喜ばれるものとなりたいということでもあるわけなんです。まあ、この地上の偉くなりたいっていう話じゃないですよ。このですね、御国においての偉くなりたい、それは私は神様に喜ばれるものになりたいからですね、そのような謙遜なものに作り変えられていきたいなと願っています。もちろん足りないところいっぱいありますね。何か汚れを見て目をつぶっちゃう時もあります。でもですね、本当にへりくだったものにされたい、それは神様が喜んでくださるから、そのように願ってます。皆さんで共にですね、へりくだるものへと変えられていきたいと願います。なぜ？それを神様が喜んでくださるからね。え、神様が喜んでくださる方がいっぱいいる教会いいじゃないですかね。え、そこにどれだけ神様が素晴らしい働きをしてくださるでしょうかね。え、ああ自分もへりくだりを学びたいなっていう方、ぜひトイレ掃除、みんなが汚いなって思うところ率先して掃除してみてください。それは本当にへりくだりを学ぶ良いチャンスとなります。お祈りします。神様ありがとうございます。神様あなたに喜ばれるものになりたいです。へりくだりを学ばせてください。どうか私たちが今よりもう一歩へりくだって、神様あなたが本当に私たちを喜んでくださるそのものとしてくださいますようにお願いします。感謝し期待し愛するイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。今の祈りは危険かもしれません。へりくだるものにしてくださいってことはきっとですね、何かが起こります。神様の祝福がありますようにお祈りします。 God bless you.